レッドウィング作戦はアフガニスタン紛争において2005年6月27日にアフガニスタン、クナル州の山岳地帯においてタリバーンに対して米海軍特殊部隊ネイビーシールズが行った軍事作戦である。タリバーンの幹部殺害のために行われた作戦だったが最終的にシールズ隊員11名と 第160特殊作戦航空連隊の隊員8名の計19名が戦死するという大きな損害を出し、ネイビーシールズ創設以来最悪の出来事となった。アフガニスタン東部のクナル州アサダバード近郊では議会選挙の妨害を狙い、キュータリバン勢力の活動が活発化していた。その中において中心的な役割を担っていたのが150人程度の 武装勢力を率いるアフマドシャアであった。アメリカ軍はこのシャアの排除を決め、ネイビーシールズチーム10を派遣することを決定し、本作戦が立案された。4名の偵察チームを派遣し、可能ならば、狙撃により殺害。不可能であれば、航空支援による空爆で排除を行う予定であった。レッドウィング作戦は、以下の5段階に分けられ計画立案された。 レッドウィング作戦のために作られた地図海兵隊がレッドウィング作戦の基本部分を立案し、個別の詳細な活動はシールズに一任されていた。レッドウィング作戦に参加したシールズ隊員、右から3番目が唯一の生存者であるマーカスラトレル一等兵装2005年6月27日の夜間未明第160特殊作戦航空連隊の2機の メガヘルツマイナス47が降下地点のサウテロ産卵川付近に到着。一機が作敵として、レコイを大量に投下した後シールズ偵察チームがロープで地上に降下した。偵察目標地点まで約 2.4km であった。降下したのは、シール SDV チーム1のマイケル・ピー・マーフィ対イ、マシュー・アクセルソン2等兵装、マーカス・ラトレル1等兵装。 シール SDV チーム2のダニー・ディーツ2等兵装の4名で、あり、徒歩により、目標地点へ接近、対象を監視できる拠点を確保して、偵察行動を開始した。しかしその直後に付近を通りかかった3名のヤギ会と接触。マーフィタイラはこれを拘束する。山岳によって電波が悪く、前線基地との通信連絡が不可能な状況に陥っていたため、やむを得ず。 現場の判断として3名を非戦闘員とみなして、抗戦規則に基づき解放した。チームは、作戦が危険にさらされたと判断、退却ポイントまで交代した。しかし、それから1時間もしないうちに、RPKK 機関銃、AK-47、RPG-7、2倍と9 8 2ト、mm、ル、自動迫撃砲で武装したシャアとその部下に襲われる、こととなった。 様々な火器を使用した激しい攻撃により、チームはサウテロ山の北東にあるシューリック渓谷側に移動を余儀なくされた。幾度となく無線機と衛星電話を使い前線基地に連絡を試みるも、通信環境が悪く攻撃を受けていることを伝えられなかった。交戦の結果、チームの3名が戦死、唯一の生存者であるマーカスラトレル一等兵装も、 多発外傷と骨折により一時的に意識を失った。その後意識を取り戻したところを地元のパシュトゥンジにより助け出された。マーフィ隊員は戦死する直前に衛星電話による前線基地への連絡を成功させ、QRF の援護を取り付けることに成功しており、基地で待機していたチーム重視機関代行であるエリック・クリステンセン少佐、率いる8名のシールズ隊員が、 第160特殊作戦航空連隊の CH-47 ヘリコプターに。しかし、降下地点で隊員らがロープ降下する直前にターリバーン兵の RPG-7 による待ち伏せ攻撃を受けヘリは撃墜された。搭乗員である第160特殊作戦航空連隊の隊員8名と共にヘリに乗り込んでいた16名全員が戦死した。 死者マイケル・ピー・マーフィ隊員死亡した第160特殊作戦航空連隊の隊員を記念した、プレート、US アーミー160スソアークルー、CW3 コーリー・ジェグッドネッチャー、PCCW4 クリス・ジェシェカンバック、PMSG ・ジェームズ・ W、ポンダー3、FE サージェント・キップ・エイ・ジャコビー、FE、SSG ・マイケル・ L ・ラッセル、CSFC、マーカス・ V ・ミューリーレス。 MO マイスティーブンシーライヒ、AMCSSG シーマスオーゴーアレ、US ネイビーシールデリバリービヒクルチーム 1&2、CPO ダニエル R. ールヒーリー LT、マイケルピーマーフィー PO にエリックエスパットン PO に、ジェームズイース PO にマシュージーアクスルソン PO に、ダニー、P d ィツ、US ネイビーシールチーム10、CPO ジャック J ファントン LCDRA リクエス。 クリステンセン PO1 ジェフリー A ルーカス LT マイケル M マグリビジュニア PO1 ジェフリー S テーラー重傷を負っていたラトレル一等兵装は現地のアフガニスタン人によってかくまわれ6日後にアメリカ軍に救出され生還に成功したアメリカ軍は救出の際に周囲のターリバーニへ空襲による攻撃を行ったがアフマドシャー殺害には至らなかったシャーは2008年に 逃亡先のパキスタンにて、警察によって射殺された。現地のアフガニスタン人について、ラトレル一等兵装は、村人たちとはまだ交流をしていて、中でも特に二人と親交があって、その一人は、ムハンマドグーラーブさんという人です。彼の子供たちとも連絡を取っています。電気がない村なので、電話をするときは携帯電話やどこかに移動して、メールをしています。 アメリカで本作戦が公開された時、グーラーブさんを招いて数ヶ月間一緒に過ごしました。彼はアフガニスタンに帰りたいと言いましたが、実は彼が僕を助けたことによって自身の命をずっと狙われ続けているんです。だから僕は危険なアフガニスタンに戻ってほしくないし、残ってほしいと嘆願したんですが、彼は誇りあるアフガニスタン人として自分の国に戻っていきました。 彼は死さえも恐れない人で、それは生きているからなんです。と話している。ありがとうございます。